スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんもお迎えしています。セリエ A のこの一戦、要注目の試合になりそうですね。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。モラタに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか？常に冷静さを持ってプレーしています。決定力は並外れていますよ。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。こちらがトリノの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。サイドのスペースをどうカバーするかがポイントです。試合が始まりました。アルバロ・モラタ、ベルナルデスキに渡った。クロスはニアポストへ。このクリアは小さい。ボールがこぼれました。見事なスルーパス、決まった。ゴールだ。ライバル同士の一戦はアウェーチームが先制。試合が動きます。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。これは相手にパスしてしまいました。ゴールに向かっています。コーナーキックの判定です。それでは勝ち越し点のリプレイをご覧ください。正面からの見事なシュートでしたね。ゴール左に決まっています。中に入れた。前に出します。このボールはしっかりキャッチ。ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。フェデリコ・ベルナルデスキ、これはファールを取られました。イエローカードはありません。モラタ、レアンドロ・ダミアン、ここはカウンターのチャンス。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。かました。さあどうする。このボールは止めただけ。クリアできるか。前半開始わずかですが、早くも同点ゴールが決まりました。激しい試合展開が続いていますし、
この試合は見どころが多くなりそうです。これは明らかにキーパーがボールの処理を誤ったことで招いた失点でしょう。危険な位置にボールをこぼしてしまいました。こういうミスは繰り返さないようにしたいですね。監督の喜びが伝わってきます。このゴールで追いつきました。シモーネ・ベルディ、ヌクルに渡った。入ってきたぞ。決まった。積極的にボールを取りに行った甲斐がありましたね。チーム全体でプレッシャーをかけて見事にボールを奪い返しての得点です。リプレーが出ます。このクロスが決定機を作り出しました。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。こちらのカメラからの映像です。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。シモーネ・ザザ、チャンスです。PK ですね。これを決められてしまうと1点リードを失います。今のファールは PK の判定、イエローカードが提示されます。ちょっと軽率なプレーでしたね。審判はよく見ていました。シュートはポストへ。ピンチを出します。ここはインターセプト、しっかり予測していました。入れば同点となります。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。落ち着いてゴールした隅に決めました。ギリギリのコースを狙ってきましたね。難しいプレーですよ。これはこの角度からも見ましょう。試合は振り出しに戻りました。前に進んでいます。タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。モラタ、ディフェンスの対応が光ります。ザザ、シモーネ・ベルディ、入った。再び得点が生まれます。一体何点取るつもりなんでしょうか。立て続けの得点となりました。相手チームは呆然としています。さっきの得点で少し気落ちしたかもしれません。これ以上の失点は避けたいですね。これはファールでしょう。フリーキックです。レフェリーが今のプレーに注意を与えます。少しラフなプレーが目立ちますね。レアンドロ・ダミアンだ。このボールはタッチを割ります。
スローインです。同点ゴールが来るか。このシュートは入りません。同点に追いつく絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、これ以上のチャンスがあるかどうかわかりません。味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。走り込むモラタに合わせた。このヘディングシュートはクロスバーの上、ゴールにはなりません。もう少し下に叩きつけた方が良かったかもしれません。相手ボールになります。危険な位置です。緊張感が増してきます。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。いいところへ出した。もう一押しというところでした。モラタ、ここからどうするのか。今のパスで完全に崩しました。スコアは3対2。ここでハーフタイムを迎えます。後半戦が始まります。ザザ、いい形でゴール前まで持ってきました。クロスを中央に入れた。ゴール！試合を振り出しに戻しました。ヘディングからのゴールです。ボールをよく見て狙いましたね。ゴール前に入る動きも見事です。違うアングルから見てみましょう。監督も明るい表情です。ようやく同点に追いつきました。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。ここまで手に汗握る展開は嬉しい誤算ですね。スコアもポゼッションも完全に互角です。まだまだゴールが入りそうな予感がしますね。勝ち越しゴールなるか。鮮やかなタックル。走り込んだ味方にスルーパス。オフサイドラインを越えてしまっていました。ボールを失います。サイドへパスを出します。中の選手にクロスを入れた。ゴールゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ゴールデントリーノ、
con il numero 11 Simone Zaza. ボールは相手に渡りました。viene perfezionato il cambio nelle file del Torino. Lascia il campo con il numero 24 Simone. ここでセリア次節の情報をご覧ください。アウェーチームの次の組み合わせです。パスはまっすぐ相手に渡ります。アントニオ・サナブリア。もしイエローが出れば2枚目になりますが、ボヌッチに2枚目のイエローカード、退場です。チームにとって重要な選手なんですけどね、守備への貢献が大きいですから。判定に対しち監督も厳しい表情を見せています。パスが通りません。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。クリスティアーノ・ロナウド。決まった。ゴール、ゴール。チームは退場者を出しながらもここで相手に追いつきました。映像が来ました。このクロスはタイミング、精度ともに完璧でしたね。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合は振り出しに戻りました。相手が触ったボールはスローインになります。見事なインターセプト。通っていればかなり危ない場面でした。ここはフリーキックを与えられます。ここでレフェリー注意を与えます。試合、これはチャンスだ。通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。パスをカットされました。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。ここはスローインのミス。ボールを失いました。攻撃の流れを切ります。アントニオ・サナブリア。スペースに見事なスルーパス。ゴールチャンス。キーパーが止めましたがボールは生きています。ようやくピンチを脱しました。サポーターもここが勝負どころと見、スルーパスを出した。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。チャンスにできるか。クリアしてピンチをしのぎます。ボールを中盤でカットしました。相手が触ったのでスローインですね。このまま両チーム集中を切らさずにドロー決着となってしまうのでしょうか。中央にクロスが入る。このボールはキーパーが抑えましたね。カウンターアタックのチャンスです。このチャンスは生かしたい。勝ち越しゴールが決まるかと思われた1対1の場面もキーパーが見事に対処しました。ここで勝ち越されると反撃する時間はほとんどありませんからね。最高のセーブでしたね。コーナーキックが入ります。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。激しくぶつかっています。
ディバラのクロス、カットされましたがまだチャンスか。さあどうする、ディフェンダーがうまく読んでいました。アントニオ・サナブリア主審、オフサイドでプレーを止めます。あまり時間のない中、勝ち越しのチャンス、クリスティアーノ・ロナウド。ボールはクリスティアーノ・ロナウドへ。チャンス来た、旗が上がっています。オフサイド、このオフサイドは非常に悔しい。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう、選手も自覚していたはずです。クリスティアーノ・ロナウドのボールロースト、走り込んだ味方にスルーパス、決定的、決まった。アウェーチームが勝ち越しゴールを挙げました。試合終盤を迎えたダービーマッチはここでさらに盛り上がります。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ホイッスルが鳴って試合終了です。福西さん、スタンドのこの反応はしばらく収まりそうにないですね。はい、レッドカードに対しての抗議でしょうね。あれがなければ勝てていた可能性が高いですから、サポーターは納得していないんでしょう。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。